えー、さんお疲れ様です。残り2ヶ月ね、どう過ごすんでしょうかということですが、まあ私の場合はね、えー、金額的にあと500万ぐらいいけるんではないかなと思っております。まあ、商品を売るのか、それとも投資の方でパフォーマンスを上げるのかってことなんですけども、投資の方でちょっとね、金額が足りないようでしたらあ、商品販売とかに結びつくのかなと思いますけど、今のところそんな必要ないかなっていうふうには思ってますね。で、あの、ビジネスですから、その、決算と言いますかね、 いくらを稼ぐためにこの1年を過ごすのかあそしてこの1ヶ月を過ごすのか今日1日を過ごすのかってことはすごく明確になるんですよねで1年の件はガタニャリって言いますけどもその1年間の目標って1年間365日がかりでやることってことなんで1日でもサボるといかなくなっちゃうわけですよねで、えー、それを12分割すると月の目標ノルマとかになってきますで、それをさらに、 1>, 1週間ごとに分割していって週間計画になってそして1日の逆算したスケジュールとか目標数値が出てくるわけなんで私の場合はねあの本当に簡単なんですよねそういう意味で言うとで全体の収益としては、まあ、あとはやっぱり5億円ぐらいうんいるんじゃないかなと思っていてその一部を稼ぎ始めてるところなんで、まあ、50代のうちにはねこの5億円をちょっとクリアしていきたいなというところですよね まあそうなると1年間で5000万くらいになってくるんですよねざっくり見てまあ風とかもあったりとかあとはねさまざま見えてないところに消費されていくところもあるんで単純にこういう数字じゃないですけどもまあ年収5000万かというとうーん私としては結構辛い金額ですねこれはね FX のパフォーマンス上がってきたんですけどもそれでもね結局は今年こんなに状況良くったって3000万から4000万の間だと思うんですよ で、これに、<laughs> まあ、あのー、XM 証券ですから、課税が単純に半分されますからね。そうすると、たとえ4000万あっても2000万ぐらいでしょ。で、2000万で、予定納税を入ってきますと、まあ、1000万残るかどうかっていう世界なんで <laughs>、本当になんか全然残らないな、みたいな感じですよね。まあ、そうなってくると、結局、手残りが、 っって、ね、てっていう金額のののね、ねそ果しなさがありますよ、ね、最初にアフィリエイトで稼いだ時も、あのー、損益通算があったんで、まあ、利益が結構残せたような感じだったんですけどもだんだん通算する利益ね損金もなくなってきてうこのコロナ禍でなんとか損金を計上することはできたんですけどもまあでも一発で消えちゃいますよねこのぐらいの損金計上は。なななんかかね、赤字がなくなるから 損者みたいな妙なな妙感じになってきますけどもこの辺の金銭感覚もやっぱりこう経営者をやってればこそでしょうねきっとね。であと扱う金額が数十万とか数百万っていうのを超えていくともっともっと多角的に見れるようになってきたりとかじゃあ実際に稼いでる人っていうのがどういうふうにねこの辺を処理してるのかってこともだんだん見えてくると本当にねあのなんですかね 100億200億っていう金額を手元で残せる人はすげえなと思いますよね。前澤社長なんて2000億とかあるわけでしょで、青路老次も200億とかですからね。うん、もうだからね、売り上げ的にはすごい金額だったんだろうなと思いますよね。いや、そんなことを感じながら過ごすわけなんですけども、残り2ヶ月、もうちょっとね、無知を入れて、計画に情報修正したいなってところと、 あとやっぱりこう FX オリガルヒねやっぱりねこれ提供してきてよかったなーというところばかりなんですよこれは私がよかったっていうよりもオリガルヒに入っっってて学んんだ人がよかったなな思う日々なんですよねう今まで分からなかった FX が分かるようになってきた挫折してきた FX がやっと受け取れるようになってきたそして初めてこの度 FX オリガルヒから始めた方っていうのがあのやっぱりこうシンプルにね基礎を学んでいくと うん、チャートががが見えててくるっっいうところがありたたかった逆に別で学んでいないから他の色がついてないんで受け取りやすかったっていうところとかがあってねあの本当にこうオリジナル手法じゃなくって古来からあるテクニカルにこだわったことで差別化ができたんじゃないかなというふうに思いますね。えあとはね私がもっと伝わりやすく分かりやすいような解説ができているかその解説の頻度もっと増やせないか逆に 減らせないかとかね。うん、だかコンテンツの展開も、講義とか Q&A をもっともっとね、充実させていった方がいいのかなとかね、思いますね。うん、はい、ということでございます。あと2ヶ月。や、っと2ヶ月ね、ぼんやりしてる暇はないですね。50になっちゃいましたし、残り時間は、あと9年11ヶ月しかありません。<laughs> はい。じゃあ、また動画の方、よろしくお願いします。ありがとうございました。